ハマグリスナーの皆さんこんばんは私が弁護士で俳優の墨田隆平です今夜は当番組論説委員長のこの方にお越しいただいておりますどうもこんばんは竹内義和ですよろしくお願いいたしますあ竹内先生遅れ忘れながら明けましておめでとうございます,まいます今年もよろしくお願いいたします,します昨年もあのゲスト出演としては、はい、竹内先生が咲いたということであ,ありがとうございますはいもういろいろとねお世話になっております今年も、あのーはい 初冒言ということで、初冒言、ね、<laughs> はいはいはい。かりましたあの昨日ねネットニュースの記事読んでたら、ええ、ちょっとね、うん、あこれは我々にとってほうほうあのいい記事かなっていう、はい、あのニュースがございまして、ええというのも。 あのこのね番組でいつも竹内先生私のトークはノーエビデンスやと今ってまあ何かとエビデンスを要求されますよ何しろねまあ適当なこと言いやがってとエビデンスあんのかとそれはあまあ良くないみたいな記事でしたねあそういうそれがねそうなんですよエビデンスはエビデンスはっていうことによってむしろ陰謀論を呼んでいると陰謀論も 何かしらの、うん、まあどっかときてきたから分からないエビデンスを用意しているものが多いと。で、専門家が今までの知見で何かを言うたとしてもソロナに論文はのエビデンスはみたいな言われ方をしたりとかして。ななるほどこうううんかこう相対化されていっちゃうわけですという意味では我々がずっと続けているこの何のエビデンスもない、はい。うん よくなんかプロレス話しててもね、リスナーがなんか指摘されてるんですよ、うん、事実誤やとか、<laughs> それは違うとか、な <laughs>、はい、<laughs> なんとなくで、ね、いや、僕ね、うん、あの今日ね、はい、あの生物なで死ぬかみたいな本がね、今、すごく売れてるらしいんですよ。というのは、まあ、コロナとかいろんな問題があって、死とまあ向き合う。 に今なっててだから人はいずれ死ぬんだということを皆さん再認識してるみたいで、生物はなんで死ぬのかという、生物の死に関して研究してる人がいるんですよ、その方が言うのは、生きとし生けるものはすべて死ぬと、これ何のためなのかと、どんなバクテリアみたいなものとか、いろんなものを調べても結局、全部死んでいくんですって、寿命が2日のものもあるし、人間みたいに大体80とか90年とかいうのもあるけども、 まあ、例えば2日の,その生物にも、2日で死ぬという寿命があると、うんうん、でそれをあのいろいろ DNA とかを解き明かしていくと、遺伝子がやっぱりね、2日で死ぬという遺伝子があるんだって、その生物に、それを壊すと 2>、うんあの、2日以上生きるんだって、だから要はやっぱり遺伝子が組み込まれてて、死ぬってなってるんだってね、すべてのものに、<laughs> ええ、でこれ、なんでこういう事件爆弾みたいなのを仕まれてるかというと、はい、それは生物が進化するため。 だからずっと生きてたら進化しないんだって、やっぱり死んでいくことによって新しい生命が生まれて、えー、そ,れがそれを繰り返すことによってあの、その生物自体がどんどん成長していく、進化していくと、えー、そのためには死というものは必要なんだというようなことを言われてたんですよ、えー、で僕は結局、そのエビデンスうんぬんって言うてるとね、はい、要はわれわれの、のなんていうのかな、この語りっていうか、人間のそのエイチみたいなものは、成長していかないと思うんですよ。 要は、われわれが盲言みたいなものを繰り返しているうちに、はい、その中から本当に着る言葉が出てきて、はい、要は人はやっぱり知恵をつけていって、ええ、あのよ何事に関してもちゃんとこう冷静に向き合えるような状況を作っていくんじゃないかと。 なるほど。あ、そういうちゃんと、竹内先生が妄言を言うにも、わけがある。とそれはね、あの、まあ、あの、年末にもね、一年振り返るときメール来てましたけども。例えば、有村コンさんが、まあ、映画コメンテーター言ってはります。言ってはりますけど、われ、私とね、竹内先生が。多分、あの人は、今まで何千本、何万本見てるかもしれんけど、全部日本語のね。吹き替え版ちゃうかみたいな。早送りで見てるような気がするんですよね。もうね、トムクルーズ日本語うまいな言うて、言うてるんちゃうんか。 っていなんもないないけど、言うてそうじゃないですか、そうそうそう、で、これね、一番ポイントですよ、意外と当たってるんですよね、意外と、これ、なんていうのかな、これはね、大切なんですよ、人のなんかそういうものの見方っていうのはね、結構ね、なんらかの体験とか経験とか、経験則の中から、 生まれいずるものなんですよね。うんうん、あいつ、うん、あいつこんなやつやでとかって言うてたら、こ、はい、<laughs> ね結構まあまあ。うん、そうそうまあまあね。ただそれを、うん、例えばまあ正式な、うん、あの形で。はい 有村あれ、早送りですせとかいうのはね、こくないとや、その、同じようで言うてんのとね、正式に言う場っていうのがあんまりないでしょ、ないけど、そんな、官房長官とかが、そうそう、言わないでしょ、言わないですけど、そうそう、このなんというのかな、こういうやりとりっていうのは聞いてる方もね、あまた言うてるわぐらいの感覚の中じゃないですか、ここで成り立つんですよね、いわゆるプロレスがなぜ成り立つかって言えば、それを見てる人がいて、その見てる人の意識がそこにあるからでしょ。 そうじゃなかったら、柔道みたいなものではないんですよ、誰もいないところでプロレスやって、勝った負けたで喜ぶなんて人はいないんですよ。柔道やったらね、五人の予選でもありましたよね、無観客マッチみたいなんで、安倍選手ですか、29分ぐらい戦ってたみたいな、そうそうあったと思うんですけど、成り立つんですよ、ね成り立ちます一対一でも成り立つんですよ、柔道、どっちが強いかということで、その時点で決まるから。 今日はお前の方が強かったっていうなことになりたすんですけど。だからあのプロレスでも昔岩流島の戦いで、猪木と正ササとやってましたけど、あれもテレビで映してました。そう。だからそれがないと成り立たないんですよ。あれほんまに何もないとこで、立ち上がりね山本こでもいましたからね。はい、もう何もなも無かってやったらスかみたいなもんですよ。<laughs> やってるもん。大松置いてね、イノ <laughs> とマササが。そうなんですよ。だからあれはそういうね、うんうやあの無観客と言いつつあのー、見せてますから。あのプロ週刊プロレスで出してね。はい,はい。 どっかカナダかどっかにね、長谷博が行ってね、背広来たままね、沼に落ちてる写真があったんですよ。大河ジェットシートやる時ですよね。やるとにね、落とされて、長谷、何をしてるんだという、こう、歌い文句があってね、でもあれ、カメラマンがいて、雑誌に乗るからこそ成り立つんですよ。そうです、そうです。その前提があるんですよ、乗るという、そうですよね、何もなしに何落ちてないですもんね。落ちてたらおかしいじゃん。長谷も、でも、今年ですか、知事選でるんですよね。そうなんでですすからしいよ石川 の知事に沼落ちてた人がね、<laughs> <その S 2> なんかちょっと縁起悪いですよね、沼に落ちてた、市長選落ちてたみたいな。<laughs> いや、市長じゃなもう知事ですからね、知事選出るっていう話ですけど、なるほど、ね、だから最近、だからなんか最近なんかそのエビデンスが求められるのが、うん、そのなんでしょう、まあ。 言ったら政治家が何か言うときにエビデンス求めないのはあれですけど、うん、なんかそれが本まに相対化していって、うん、ラジオでもこれ間違うてるとか、そういやさ僕らなんの資料もなしにね、うん、今しゃべろうとしてるわけやから、これから90分。はい、まあ、えー 間違いただ言いますよこれあの例えば NHK がね、うん、なんかオリンピックの川瀬直美さん監督演出のあれで、そこでこう、それをまあドキュメントみたいな撮ってる中で、ある男性が出てきて、うん、それはオリンピック反対のデモに行くと、うん、でそれお金もらって行くんだみたいなこと言って、お金もらってデモに行くみたいなテロップがあって、字幕が出たと。 実は行ってないし、行こうと思ってただけみたいな、しかもその行ったかどうかの記憶も曖昧みたいなことが分かって、結局、まあそれは公のその電波には載せられないレベルのものなんですよそれはそうですよね、それをドキュメンタリーで、川瀬監督が東京五輪のドキュメンタリー撮ってて、それのまあなんていうのかな、そうなんですよ。で、テロップまで入れてるわけでしょ。 入入れれろってていうこと入れてるわけじゃないですだから僕らが言うてるのは、これもう本当に僕らの方に引っ張っていって申し訳ないんですけど、えー、まあそのおっさんがどんなおっさんか僕も見てないんでわからないけど、そのおっさん見たときに、あこの人、なんかお金もらってデモに参加しそうやなっていうのは話じゃないですか、これは盲言やから、まあそんなこと適当にこの人は言うてるわっていうようなレベルじゃないですか。でも ドキュメントで NHK でうん、うん、なおかつテロップまで出すということは、うん、これはもう、で済まないわけですよそれはほんまにちゃんと検証番組とかやって、なぜそうなったかみたいなね、そう,そうそうそう、いうことをやっぱりやらないとここでね、今って多分そういうドキュメンタリー番組作るときに、うん、その人から後からなんか言われないように、多分なん、承諾しますとか、住所とか名前とかも書いてるはずやから、ちゃんとその人に出てきてもらって、ええ、事実関係をちゃんと正してみたいなことを。 を設けてそうなんですよできるはずなんですよ、うん、でそれをね、やっぱり上になればなるほどという言い方、おかしいけど、うん、権力側に近くなればなるほど、やらないでスルーしてきた。 昨今はそうですよね、われわれみたいなっていうか、われわれ一緒にしたら、まあ、その一緒にされてて申し訳ないでしょうけど、はい、まあまあ、そんなにね、うん、そこまでの権力がない人が言うことに対しては、みんなエビデンス、エビデンスって言うんですよ、<laughs> でも権力ある人に対しては、エビデンスってあんまり言わないんですよ <laughs> うそうなんですよね、あのうん、言う人と擁護する人が、うん、言う人もいますけどね。 ねうん、だからここがこう今のなんか世の中のちょっとおかしいとこじゃないのかなと。いじり取るんですよね、これねねだからまあ、僕らはね、まあ、言うても本当に盲言ですから、盲言、うん、言うことに対しては非常にこう。<laughs> そのねラジオで言うてることまで、はい、あ,あいつこんなやでとか、はい、そんなことも、でも今、そういうこと自体、なんか、うん、あのね特徴を結びつけたら、はい、こういう人はこうだとかっていう。はいうん 飛びつけたらどうやとかって言われたりすることもあるじゃないですか。すあるんですよ、うん、だから今ね、僕、ももという漫才師が好きなんですけど、彼らが僕がもう見てて、スカッとするのはね、うんうん、なんか、あの、 片方がちょっゃなやんきみたいなことやんか、ケーキ食べにくねんって言うたら、お前、ケーキ食べる顔ちゃうやんみたいなことでお互い言い合いするやんか、お前、深夜のアニメ見てる顔やとかさ、相方もなんかオタクっぽい顔でね、それの言い合いやんか、まだ基本的に、そこがもう本当だったら、そんなこと言うたらあかんでということをずっと言うてるわけやんか。今の時代で、その人のイメージで決めつけて。あんでそれはう

もし有村昆さんがちゃんと字幕で劇場に行って見てるとしたら。はい、<laughs> いや、見てます <laughs> いやいや、いや見てるとしたら。見てるとしたらね、仮にね、仮に,仮に万が一にもだって、ね。見てないって、いや、絶対見てないあ。あのね、うん、早送りはしてますわ、そうやないと映画なんて見れへんもん。で、普通はね、映画評論、僕ですよ、僕が映画評論家なのろ,ろうとしたら、はいうん、少なくとも日本で公開されてる映画は、はい、ほぼ、 100劇場で見るべきだと思ってるんですよ、うんうん、それが仕事だから、えー、でもそれってなかなか難しいじゃん、うんうん、仕事としても。ね、だからまあ8割、7割、8割は見とくべきですよ、これ、べきですよ。でないと、やっぱり映画評論家って名乗ってあきませんと、うん、その送られてくるあのビデオか、なんか DVD かなんかでね、これ見といてくださいって、配給会社から送られてくれんか、はいはい、それを適当にかけて早送りして、分かったふりして、あとはパンフレット見て、話をやるみたいなね、これで映画評論家って <laughs> 言われたらでも前、おっしゃってませんでした、武内先生、僕はとか映画評論とて言わないもん。それ、一休さんのとんち的な、だって、そうだもん、仕事の一つとしてそういうことがあったから僕ね、自分で思ったんですよ、この前も前田五郎さんのことに関して、4ページも週刊誌に原稿書いたんですよ、大体5の五千6六千字レベルでね、書いたんですけども、それも。 思い出しだから前田五郎さんに関しての何かこう、エビデンスというか、文献を調べてじゃなくて、直接のお付き合いの中での記憶から記憶ですよ、記憶が間違ってる可能性もあるんですよ、ひょっとしたら、美化してるかもしれないし、もっと極端に言えば、すごいデフォルメしてるかもしれない、でも、それが仕事だなと僕思ったんですよ、自分の。その思い出のね、気付くんですよ。 記録を持ってる人は多くいるんですよ、前田五郎さんの、多分ね、調べたら分かることやから、でもその直接のお付き合いの中で、みずみずしい記憶があるのは、竹内先生、最近竹内先生じゃそうですね。その竹内さんが書く記憶に基づいて書くっていうものは、仮に事実誤認があったとしても、それはそれでいいと私は思いますよでしょ、この前ね、たまたまナンバーという雑誌があって、それの古いやつをうちの事務所にね、誰かが持ってきてくれて、みんなでわーって見てたらね。 あ関東コラムというか、関東で見開きでね、はい、あの長いのを書くコラムがあるんですけど、えー、それ見てたら、あ関東コラム、これ、滝内さん書いてますやんって言われて、えててって言って、見たら、あ書いてた、書いてたって猪木とゴルドーがやった試合のことを書いてるわけよ。でそれは いわば格闘ファンから見ても、プロレスファンから見てもつまんない試合やったんだけど、うんうん、そのつまんなさの中に光るものがあるみたいなこと書いたわけよ。あ晩年の猪木の,のファイナルカウントダウンを書いたところで隕石やったら、もう巨大な隕石じゃないけど、砕け地で細かくなってんだけど、うん、細かいからこそ地球から見て光るみたいなね、う流れ星だ、猪木はみたいなこと書いたわけよ、はいはい、だちょっと感動的なのよ、そういえば、真く君が,誠くんがあの新幹線乗ってナンバー見てたときに、はい、その記事を読んで、 こ,れええ、こと書いてんなあ、誰が書いてんねんっあ竹内さんやって言ったことがあるんですよ、で僕もこう自分で読んで、あええこと書いてるわって思ったなで、これも、実はゴールドと猪木の試合は、後々、ちょっとぱーっと見ただけの話で。 <laughs> その時にえその時は、でも書いた時は見たことは見たんだけど、見たことは見たんだけど、その現場に行って見てるわけじゃないわけよ、そのなんかテレビかビデオかなんかで見たやつで、あっと思って書いてるわけだから、はい、要はその時の気持ちを書いてるだけなんだけど、うんうん、その気持ちに関してはうはないわけですよ。 いいこと言いましたね、そうなんですよ、僕らは気持ちに嘘がないから、そこなんですよ、思ってることをね、そのまま正直に言うんですよ、ええと思うとかええと思ですよ。そう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 、だから有村昆さんに関しても、だから、悪いいとは思ってなんですよそこが大事なんですよ、悪口でもなんでもなくて、それがいいじゃないっていうね、そこが、ちゃんのええとこや、だから、クイズ、セックスっていうのもわかりますよ。あの ねいやあの僕そうですよ前、まああ,うん、ある方にいや ちゃんの話聞いたんですや実はね、コンさんが離婚したこういうこううい経緯があって聞いて、そう確かに、ああ、なるほどなっていうことなんですけど、だからといって、クイズ・セックスがの繋がらないというか、かき消せないというか、それをすべてのあらゆる事情をね、かき消す威力があったじゃないですか、クイズ・セックスには。ですね、一言でね。なおかつそれが成就できなかったと、何かに 持っていこうとしたんでしょうねクイズ、セックスから持っていこうとした、うん、当然そうでしょね、うんあるい、もう間具合に持っていこうとしたわけでしょ、はいはい、でも <laughs>、はい、それが成就しなかったん,ん成就しなかったけども、クイズ、セックスの一言だけはずっと残るわけですよ、ここがなんかすごいなと思ってね、うん、言霊っていうか。いやほんまそそうですよね <laughs> その <laughs> できひんかったのにそのなんだろうそこに向かうこの気持ちだけは魂だけがずっと残り言葉の中にこもっとるわけですよ。じゃあそれ語り継がなってなるじゃないですか。なりますわやっぱりいい言葉ですもん。クイズセックスっていうのはなんかねすごいあのある種シンプルだけど名言だなと思いましてやっぱりなんかシンプルイズベストというかはいはいはいですよね。まあその辺分かってらっしゃる方なんでしょうね。うんでもそのいろんななんでしょう無駄なものをそぎ落とした感じですよね。全部そ いろんな今あらゆるクイズがあるじゃないですか、そこの無駄なもんとか、もういらないですよ、クイズ、あの東大生が出てきてとかね、ちょっとなんか、二十何年しか、あるいは十何年しか生きてへん感じがね。なんかいろいろ昔の歴史のこととかね、分かった感じでね、なんかウィキペディアかなんかでね、得た情報をなんかね、なんか言うやんか、ああいう見てたら、いやいやと思いますもんね。やっぱりそのはう クイズ・セックスに込められたね、うん、あの重みみたいなものをね、うん、やっぱり今一度かみしめてほしい。そうですよね どういうつもりである言うたのかっていうことも含めてそうなんですよ、ほんまに、なんかね、今のクイズ番組って、それ知識やないかみたいな話ばっかりじゃないですか、ほんで、難読漢字とかだって、無理やり読ませてるわけじゃないですか、アルゼンチンとかね、そんな読み立ってしゃあないわけですよ、その中でほんまに、そこの知識の量を競ってるだけじゃないでだから僕から言わせはね、アメリカ、米国で言うやんか、米国、日本でしょ。 米の国はしかもまあね、限定して言うなら新潟とかね、米どころ。でしょ、米国、アメリカっておかしいやん、パンの国なのに。だからそうですね、そこに疑問持たへん人がそのまま教えられて、米国、アメリカって言ってるわけですよ。言ってるわけでしょ。いやいや、ちょっと僕は納得できないですよね。そんなの、単なるほんまに知識でしかないから、そうじゃないですもんね、こんちゃんのあのクイズは。ですよ。 ちゃんやっぱりすごいな、<laughs> やっいまだに思うな、あれ、残る残るるよね頭の中で,残ってるわでもね、もう今年からちょっと切り替えて、うんはいね、2022年になったわけですから年年をね、今週も武内先生のね、はいまあ、いろいろね、質問も来てますんで、<ー>いろいろお答えいただければと思います。はい 今夜は当番組論説委員長の竹内義和先生にお越しいただいております。はい、お願いいたします。そうよね、あの昨日、うん、その、私、ある生け花の流派の。初い景色みたいなのがあって、もうん、まあそれに行ってきたんですよ。生け花。<laughs> こんな話をしながらね、うんはい、あの、そういう、はい、あの、とこも行っとこうと。まあ、たおやかな感じです、ね。<laughs> そうなんですよ。で、そこで、まあ、うん、私の友人と、学生時代から、うんはい、その奥さんも。 あ、こられてて、えー、で、着物着て。ああ、いいっすね。でもね、今、時節柄、そういう宴会とかもなく、うん、その初雪しきのがあって。うん、まあ、あの、家元が花をいけて、うん、そのお弟子さんがまたいけて。それ見て、あの、ちょっと来賓の挨拶があって、もう終わってみたいな。なるほどね。で、その、ちょっと、うん、あの、お、友達と、うん、まあ、その奥さんと。うん 3人でちょっとお茶でもしましょうかみたいな、だもうね、その夫婦は着物着て、そういう弟子として名前ももらってたりするわけですよ、そのお花のね、その奥さんも上品な着物着て、でもその人がこの番組聞いてて、特に竹内先生の絵が好きです。ああ、いいっすね。人間ってバランスがね、そういう花とかも楽しみながら、一方ではそういうクイズ、セックスとか聞きながら。 笑ってるそれのバランス感覚って本当に絶妙によろしいですねそうですよねそういう人でありたいなと僕も思いますもん <laughs> マジな話ある種家元みたいなのがありますもん、ね、まあそうですよねだから、うん、ああいう匠のあれとか見てるとねうん、うん、いやすごいなと本当に思うんですよはい、はい、そのいけ花に限らずねだから要はもうその 一つの芸をずっっとと突き詰めてていくことによって、ええ、なんかこう、すごい世界が,ひらが広がっていくってのはよくわかるんですよ、ただ自分はそういうことはできないけども、ええ、でもそういうものに対するなんかまあ、受け止める気持ち、ええ、感性みたいなものは持ち続けたいなと思ってるんですよ、<ー>そんな見てしょうもないなと思ってはい、はい、しまった終わりやと、<laughs> あれやっぱりなんかね、あのそういうね、あ,のまあ一言で言い切れないけども、はい、何かを突き詰めてやってる人っての、ね、は、やっぱり美しいんですよね。 あのでも以前、竹内先生は、歌舞伎自分でもできる発言がそうなんですよもちろんもちろん、それは思ってますよ、僕が言ってるのはね、いま <laughs> だに思ってらっしゃいます、僕が言ってるのは、はい、例えばイケバナ、はいけばな、すらしいと思ってるんですよ、えー、ただ、いけばの真似事は適当にできるじゃないですか、うん、まあ、真似事やけど、このレベルで言ってるわけですよ、<ー>歌舞伎も。 でも、まね事はできると、るうんうん、ただ、フィギュアとかなったら、真似事ですらできないんじゃないの、うんね、っていうのが僕の持論なんですよ。真似事でもできないと、うん、でも歌舞伎はちょっと子供があがなんか、にらりとかやったりしてるやんか。<laughs> <laughs> うん、あれぐらいできますよってぐらいのレベルで言うてるかららだから、その、ほんまに海老蔵さんのレベルで僕らが1か月練習し稽古したらできる話はないですから、ね。それは全くないです、うんうん、それはもう届かないというのは分かってるんですよ、えー、届かないし、えーあの、届きようがないということも分かってるんだけども、はい、でその歌舞伎の中でもやっぱりすごい人と、あのまあそこそこの人がいるということも僕は分かってるつもりなんですよ、だから歌舞伎の,歌舞伎のやっぱりすごさっていうのは、僕なりに思うのは。えー 例えば映画とか、はい、あなんかドラマとかであれば、ええ、例えば1分で済むシーンを20分、30分かけてやるわけですよ、<laughs> そ,のその人の心のひまで入り込んでいくような演技をしてるんですね、ええ、だからこう人を、こう、まあ、例えばあ人たち浴びせる、はい、あるいは一発ドツコートするところでも、はい、分けて分けて細かく細かく、こう、あの微分、積分みたいな形でやっていくるんですよ。<laughs> あのののの辺が僕その人の感情とといいうのをずっと表に出していくための 論法としては技法としては非常に優れてると思ってるんですね。だからいい映画とかいうのは時よりそういうのをやるんです。そこだけはずっと長くね、ちょっとスローモーションで見せたりとかね、そういう技法あれ歌舞伎の技法だと僕思いますよ。歌舞伎というのはそういうところのだからシーンシーンでこうも見せられるわけよ。全体的なお話というよりもそのシーンだけ。歌舞伎ってそういうもんですよね。そうなんですよ。一部ということでやってますもんね。そうなんですよ。でなぜそれは可能かというとその一部の部分をこうどういうのかな、それ見ただけで満足。 させられるるものを作り上げてるんですよねだから僕は、もともと歌舞伎ってよくよく考えてみたら、はい、あの江戸時代とかは、一番の,この新しい、モダンなものだったわけですよ。だから四谷怪談とかは歌舞伎でやる、はい、あるいは今でいうモダンホラーですよね、一番最新の怖いものだったんですよ。えーえー、だからそれが今、伝統化されて伝わってきてるけども、うん、やっぱりそ,のそこに込められた懸念とかを含めたら、えーえー、今見てもやっぱりこう、はい 届きますごいですよね、あの、うん、多分大して歌舞伎、あまりご覧になられてないでしょ、ご覧になられて <laughs> <laughs> な,らない歌舞伎で、こんだけ喋れるっていうのはすごいですよね、<laughs> 無から有を生じさせるっていう <laughs> いや、大したもんやなと思いながら、聞きました、ね、私、歌舞伎、まで1回しか見たことないから、はい、無理です、今の、<laughs> 今の尺で歌舞伎について語るのは。 はい、あのメール読んでいこうと思います、はいえー、大阪府男性40代沖田虎丸さんから頂きました、はい、俳優で弁護士の墨田先生そして竹内兄貴あ、はい、けましておめでとうございます,います今年も今時のオープンな女子も戸惑うゲスなネタをさらりと織り交ぜたお話を楽しみにしています、うん、いやでもねさっき話したように、はい、そういう今は女性もこの番組を聞いてあ、ね、くすくすっとそう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 いう それがね、<お>気持ちいいっすよね。お花を楽しんでいらっしゃるような。とかね、ちょっとね。かつい景色に行くんだね、置、はい、物を着て。そうね、上品なね、はい、あの、ご婦人がね、はい、これ聞いてね、ちょっとこう、くすっと笑ってしまうみたいなね、その感じがいいっ、ね、私たちが求めてるのはそういう感じです,かですね。はいはい、はい またハマグリ問あハマリアワードにもノミネートされた何でも知ってる兄貴よりも知ってるお母様のあ竹内先生のお母さんお母さんねはいのお話もよろしくお願いしたい <laughs> 次第ですさてもう早いもので既に、えー、今日これ収録してるのが1月10日なんですけれども、はいえー、前の話題になりますが、えー、大みそかのライジンのビッグマッチで、うん、ユーチューバーの柴田選手と元 k 1のチャンピオンの久保選手がリア,リアルファイトを歌う大会の 試試合合合ののの前にラインで試合の流れを打ち合わせしていたのスクショされたものが公表され物議を巻き起こしていますがこれは誰が悪かったのでしょうどこに落ち度があったのでしょうプロレスに精通されたお二人に浜村淳先生もラジオで取り上げないですが気になるこの案件の解説を願えたらありがたいです浜村先生は取り上げてらっしゃらないですかでしょうね。 柴田って言われても分かんないんじゃないですかね。でも、浜村先生、あの、今年し、毎年年賀状をいただくんですけど、私もお越ししてるんですけど、ラジオ頑張りますって書いてましたよ。すごいな、その決意はよしだよな。すごくないですか。改めてですよ、ラジオ頑張りますと。いや、もういろんな方がね、卒業していくじゃん。はいはい。大沢優里さんもね、卒業して。出れてましたね、はいだからいだから、いろんな、その、まあ、何十年も続いてきたものが、どん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 こう、新人代謝されてる中で、 浜村先生がラジオ頑張る、うん、もうほんまにがん、これから始まるラジオのようにね、うん、うわー、はい、1月からスタートする新番組のようにみずみずしい言葉で書いてらっしゃいましたよ、すごいですね、枯、ね、れないですね、組 <laughs> め度も尽きないですね、その浜村先生も話せない、柴田の話なんですよ、はいね、これあの、あ LINE、うん、だけじゃなくて、音声も、はい、流出してるんですよ、流出しました。 でまあ、試合前に1ラウンドはちょっといろいろセコンドじゃないから、はい、ラウンド側で代々が出てきて、うん、どうのこうのあるから自分の体の調子もうんぬんって言って、うん、言まあほどほどにしてくださいと,という仕留めんおいてください 2>,、はい、2ラウンド目からとかっていう話をしてたと 2>,、うん、で2ラウンド目のもうかなり、ね、具体的な話しててねあ 2>, 2ラウンド目はもうハイキックやったらハイキックで私が倒されるということではい、はい、そういう台本でいいですかみたいな。 どこまで言うとるんですよ、はははははなるほど、うん。で、まあ僕は戸惑ってて、久保選手が、それはその来ンも分かってるんですかみたいなこと聞くわけですよ、だ柴田は、もうその何のエビデンスもなくですよ、はい、いや、もうあのプロデューサーも OK してるからみたいなだからそれは後に、この柴田が言うてたことによると、それも含めての動作策、そ,うそ,うそんな許可も取ってないのに取れてるって言ったうん、うん、ということでしょ、うで,ね、でもそ,そこまでこう言うてるんで、立ち悪いなと僕思って。 だから、それはね、なんかちょっとプロレスとも違うんですよもともとこの柴田という選手はプロレスもやってて、総合、えー、格闘技の試合も出ててっていうような選手なんです今回もその1ラウンドのファイトは、確かにファイト自体は面白いんですよ、僕も見ましたけどね、うん、先ほど、はいあのー。だからロープに、ね、自分が飛んでいったりとかするような、<ー>プロレス的なギミックも使いながら。はいはい ええ、だから要は久保選手それに合わせてるというか、ええ、ある程度やっぱり分かってやってるような気はするんですけどもね、だから試合としては面白いんで,す、ねええ、でやっぱフック、柴田のフックがやっぱり決まる、はい、その決まったフックはやっぱり確かにすごいフックだなと思ったし、ええ、そのあと腕十字に持っていくやつもやっぱりスムーズにいってて、はい、結果的には柴田の圧勝なんで,すよでその試合直後は結構それをね、うんうん、いい試合だったっていうようなことを言ってる。うん あの評論家というか、はい、ライターの人がいたりとか、ええ、高田伸彦も褒めてたんちゃうかなと、それがね、要はまあ、要は一応一致ラウンドはっていうことで言うといて、うん、まあ、ふゆをついて、かつての力道断と木村正彦的なね。はい ことだったわけでしょ、ええ、でも僕は、まあ、力道団と木村正彦も、はい、僕は残念ながら、木村雅彦の方は持たなないタイプなんですよ、うんまあ、仮に何か決め事してたとしても。ても向こうがそれを破ってきた対応できないと、うん、だから要はもうそれで安心して、飯もたらふく,くって試合に臨んでる、はい、ということ自体が、やっぱりちょっと。 ちょっと甘いなっていうのは気がするんです僕。金子さんに悪いですけどね。力道山という人間を完全に信用している時点で,、うんはい、でその相手がどんなね人物かっていうことも、ええええ、その力道山もそれにかけてたわけでしょ、はい、人生を。はいはい 昭和29年ですこれからだからプロレスがその2波あったわけでしょ、うん、力道山のプロレスと木村雅彦のプロレス団体があって、自分がもう、とこの団体がまあ日本のプロレス界の主流になるために、絶対勝たなあかんという意識のもと、うん、力道山はやってたっていうようなことを言うわけですけど。け確かにやり方、卑怯だし、ずる、ね、いしね、あの決して褒められたもんじゃないけども、うん、でもそれに対応できてこその。うん 鬼の木村じゃないのかなっていうのは、僕の鬼の木村に対する思いもあるわけですよ。柔道でずっと日本一やった人ですからね、ええ、もだからめっちゃくちゃ強かったんですよ、本当に、うん。正直な話。ね、でその,その強さとか、人間的なもの含めて、弟子に対する教え方も含めて、うん、まあ、ものすごい徹底的な信念の人なんですよ。はい、その人が力道団とは、だから手,手握ってやりましょうというのを、なん言っても簡単にというか、それを信頼しきって。 上がっただからその、プロレスっていうジャンルはなめてたんでしょうね、うん。そうような感じはしますね。うん、だから、力道山はまあ大相撲出身で、プロレスというものに、次の人生のすべてをかけてる力道山と。 プロレスをもう生活の手段として考えてなかった、まあ木村正彦との覚悟の差みたいな。ですよね。でもその木村正彦の名誉回復をかかるためにあの松田さんとかバツイ日本解体とか、いまだにその昭和二十九年の元流島と言われる引き山木村正彦戦が真実はどうやっていう議論いまだになされてるわけですから。だからそれと引き換えこの柴田の試合というのはまあもう一ヶ月後には誰も言うてないでしょ。言ってないしこんなこと。なぜかというとその柴田という人が ユーチューバー、<YouTuber> ええ、しかもその,あの炎上系のユーチューバー、はいはい、だから要はそういうことがばれたところで、結果的に回数をかさあの数えたらいいという考え方でしょ、再生数それでまあお金が入ってくるから、はい、という発想でやってるとしたら、うん、もうそこ自体がもう、もはや、われわれとはちょっと。 してるといだからそこに利用されちゃった、ライジンはそういうユーチューバーを利用するつもりだったかもしれんけれども、昔ね、だからそのプライドが出てきたときに、プロレスラーを利用した側面があったじゃないですか、名前もあるし、強いという、そういうなんだろう、幻想もあるから、それを簡単にやっつけることによって、総合格闘技の強さっていうのを懸念するってあったと思うんですが、その結果的に利用されてますよね、ライジンは今回はね。 だからその、まあ義を回復っておかしいけど、やっぱりレスラーが格闘技の世界に出ていって、うん、大体みんな負けていったと、それのげ幻想がもう壊されてしまったと、うん、それを回復するために、かなりの年月かかったんですよ。はいはい でやっぱりもうプロレスと格闘技が違うというところで今、成り立ってるわけですよね、そうなって、プロレスもまた改めて、ねうんはい、人気が回復した部分もあったわけで、そこの中で、やっぱりまだこう,いう、まだね、まだ残ってる、やっぱりプロレスラーは格闘技も強いんだという幻想に縛られて,ているわけですよ、うんうん、そんな中で柴田という存在は、はね、それをやってくれる人じゃないかなというような期待もあったわけですね、うん、だからそれはでも、僕は全く筋違いな。 期待でもう、あの柴田の顔が、うん、その僕の、そういう、なんでしょう、僕らのプロレスラーに期待したね、はい、幻想を抱いた顔をしてないじゃないですかいや、違いますよ、ね本当に、うん、あのただもう本当にはっきり言えることは、やっぱりそのプロレスラーとしても、はい、なかなかこうあのね一流になれないはい。はいはい 人だと僕は思うんでですね格闘技に行っても、やっぱりなかなか一流になられない、うんうん、でも何かその中間で、うん、え何かこういろんなものを利用することによって、注目を集まるとそうなんですよ、もうね、時代のあだばなと言いますか、そうなんですよ、うん。悪名はもう無名に勝るというのが、まさしく、うん、その通りやと思いますね。ねうん、だからまあ元々その、ね、もともと炎上系のユーチューバーをまあ自称してるぐらいですから。はいはい やっぱり今回のことも、それほどの彼にとっては痛手にはなってないというところが、だからもう逆に言えば、僕からしたらやっぱりもう,もう触らない方がいいんじゃないのっていうぐらいの感じですね。 これかから何もうそうなりますよね、うん。で、結局、それでいろいろ前田明選手とかも、YouTube で柴田に対して言及とかしてるんですけど、それも含めて柴田はみんなが潤ってるじゃないかみたいな言い方をしてるんですよ、格闘技関係者、朝倉未来とかも自分の見解を発表して再生数稼いでるみたいなニュアンスのことを言うてて、もうそんなこと言いだしたらもうね。 だから本当にきりがないというか、うんね、この辺で、ちょっと本当にもうしっかりとこうみんな、パシッとね、芝田に対する扱い、決めた方がいいと思いますよね、それで、そのね、今回のこの一連の、うん、まあトラブルといいますか、はい、その中で、なんか、真剣勝負と八百長みたいな、また話に、うんはい、この二元論というか、なってる中で、うんうん、僕が言いたいのは、やっぱりプロレスが仮に結果が決まってたとしても、もうそこのね、うん、あの素晴らしいプロレスっていうのがはい、はい いっぱいあるわけじゃないですか。だから、そのね、結果決まって、まあ、今回の柴田の試合は、1ラウンドは、まあ、しとめんといてくださいということで、結果決めてなかったとしても、まあ、台本あるプロレスやないかみたいな、悪い意味でのプロレスの使われ方してますけど、台本あるなしとね、その、結果の素晴らしさというか、その過程の素晴らしさとか、見たものがどう感じるかとか、全く違うじゃないですか、台本あっても。うん。だから、そこがね、だって、あの、 最近あの『笑点』で三平さんが卒業なさいました。卒業しましたね。まあ、これもね、これは私の憶測ですよ。『笑点』は台本あるでしょ。ええ、と思います。リハも3回くらいやってみちゃいます ?3 回、やってたとして、やってたとしても面白い爆笑とる人と、全く笑いを取らない三平がいるわけですよ。これはなぜかということなんですよ、結局。 そこはやっぱりその人の生きてきた全人格とか、すべてが出るわけですよね、台本があろうとなかる、それは出るんですよ、これどうしようもないんですよ。だから逆に言えば、プロレスっていうのはそういうことですね、やっぱりレスラーの人間性というか、いろんなものは、どんもん押しても出てくるんですよ。面構えとか、取り組む姿勢とか。取り組む姿勢とかも、体みたいに分かるじゃないですか、鍛えてるなトレーニングしてるなと。それは台本ある内いの話じゃないんですよ。 その例えばこの、まあ、ストーリーが出来上がってるものに対する厳しさというのは、はいうん、例えばここでもう下手って動けなくなってもやらないといけないっていうのがあるんですよ、これ、プロレスの厳しさですよ、打ち所ころ悪くって、もう立てない、体しびれてしまってる、うんうん、それでも自分をこう鼓舞して、立ち上がって、次の技を食らわないといけない、うんうん、な次の技行かないといけない、うん、これやらないと話にならないというのがあるんですよ、うん、でプロレスというのは、きちっとかわすときでも、相手の技を受けるときでもかわすときでも、はい、 綺麗にやらないといけないんですよですもたもたしてると一番ダメな試合になっちゃうんですよだから。 そのもたついてもそれをうまいこと見せる能力っていうのは、猪木とか武藤とかにはあるんだけど、うんはい、普通のレスラーはもたつくと、もたもたってしちゃうんですよ。だから要は、もたついてはだめなんですね、うんうん、だからその本当にあの蹴る側とその攻める側、呼吸みたいなものがものすごい大事で、ロープに飛ばすときでも、戻ってくるときでも、それぞれやっぱり流儀みたいなのがあるから、えー、そこをちゃんと把握しておかないと、他団体との交流、なかなか難しいんですよ。だから多団体とののの交流の面白さっていうのは お互いこうシン、シンクロしないというか、はい、スイングしないところの面白さみたいなものとうん、うん、を僕は感じるわけだけど、本来プロレスというのは、スイングしないとだからそれはあの、そこまでやっぱりあのプロレスというものをあ発展させて、ここまで持ってきてるわけだから、はい、それを柴田みたいな、あでもプロレスやという,ようなことでね、<laughs> で壊されたくないですよなうんそそこですよ。 だからほんまに今までプロレスファンって、結構なんかそういう、僕ら子供の頃から言われましたわ、プロレス見てんのかと、中学生になっても見てんのか、高校になっても見てんのかみたいなこと言われましたけど、僕、今やったら言えますよ、三平を見ろと、笑点における三平を見たら、その結果、うんぬは関係ないやと、決め事うんぬは関係ないやと言えますよね。 僕はねやっぱり『焦点』見たと本当に同じこと思うんですけども、やっぱりもう座布団積み上げていってね、あと1枚というところでね、全部持っていけって言われて、ゼロになる、あの感じね、あの感じ。でもその、『焦点』もね、俺は『焦点』を批判してるんないですよ焦点』も逆に人間性のぶつかり合いであること間違いないわけじゃないですか、だからその他の師匠方は、その三平をね、まあこの。 なんていうですか実力もないのに、三平先代の子供へいうことで、下駄吐かしてもらって、出てきてるけれども、やってみろよとというわけでしょ、できてるか、笑い取れてるかみたいなのがあるわけでしょ、そこのぶつかり合いはほんまにガチンコじゃないですか、人間士のこの人間性のぶつかり合いは。厳しいもんがあると思います、厳しいもんが、そこにもう耐えかねて、三平さんは卒業ということを選んだんでしょうけども。 まあだからやっぱりそこはもう、その座ったものでないとわからない世界だと思うんですよ、うん、だからその三平という人がね、うん、要はいくらなん言われても、馬事同風でね、はい、要あればお金もらえるわけだから、うん、まあそこに居つくこともできるんだけども、はいはい、それを許さないような、やっぱりその落語界の厳しさみたいなね、笑いというものに対する厳しさっていうの。うん 要は、うん、そ,のそれはもう、その人間性に、まあ、彼が問題があるとかないとかじゃなくって、はい、やっぱり実力的なものだと思うんですよね、うん、だからその、うん、プロレスも、その長州と藤並の名勝負数え歌って言われたのは、はい、ほんまにこの2人の、藤浪の方がさっき人気が出て、うん、でも長州の方がまが、あ、アスリートとしては実績があって、オリンピックで出てて。 最初はだから、言うたら、長州のほが成り物入りで入ってきて、藤波は先輩だけれども、あ何のスポーツもしてなくてっていう中で、でも今度は逆にセンスのある藤波が先に世に出てスターになって、それを心よく思わない長州が、アスリートとしては自分の上やみたいな、その意識のぶつかり合い、藤波選手はほんまに自分でも言ってましたよ、最近のインタビュー読んでたら、それが怖かったと、長州の方が自分よりアスリートとして優れてることは、一番自分が分かってるから、怖かったっていう。 ほんまに邪魔やったっていう、そういう人間さぶつかり合いがあるからこそ面白いわけじゃないですか。はい、ですよね。ねえ。うんうん、だからそのラインでね、なんかその、1ラウンド目はなんとなく流れでこうしてみたいなんとは、うんうん、全くその。うん、まあ、地平が違うもんね。地平が違うし。うん。うん、ですよね。うん。やっぱりそこまでのこのなんかね、本当にこう、互いの。 まあ維持とか、実力とか、キャリアとか、そういったものをぶつけ合って、みんなにお客さんに判定してもらうっていうことでしょ、それ時代がやっぱり素晴らしいからこそ、何回もやるという,ようなことになると思うんですけど、やっぱりそこまでこうお互いが紡ぎ上げていくような世界だから、そこをなんか一言でね、所詮プロレスということでね、やっぱり壊すっていうのはね、かなり無茶なことだと思いますねであの。最近 ストロング小林選手がお亡くなりになられて、バンニューストロング混合と名乗ってらっしゃいましたけれども、私、改めてニュージャパンワールド、ニュージャパンプロレスワールド、新日本の動画サービスサイトがあって、そこで今ね、無料で見れるんですよ、動画を、とストロング小林の昭和の巌流島、さっき言ってた力道山と木村雅彦から20年後、昭和49年に新日本プロレスのエースの猪木と。 国際プロレスの IWA のチャンピオンやった、ストーン・小林が蔵前国技館で C を消した、はい、この試合とか見てたら、今のプロレスほど大技は出ないんですよ、うん、全然。はい、お互い出ないんですけど、そのパンチ一発一発の重みとか、その顔、面構えがもうね、その大勝負にかける2人の男の、いろんなものを背負ってる2人の背景っていうのが分かるし、えーえー、柴田のあの緩んだ顔とは、うん。<laughs> ね、締まらない一体とね、全く、まあ、違いますよ。だからストロング小林のあの試合を見てほしいですよね、はい、ですよね、うんうん、だからやっぱり、その辺ね、やっぱりストロング小林もね、あの後々いろいろとあの言われましたけども、うん、あの頃のやっぱり小林っていうのは、すごかったなと思っていや、この肩の筋肉の盛り上がりとか、太ももの太さとか,とか、ね、半端ないもんね、あれだけあの巨大なその小林を、猪木がやっぱりバックドロップがジャーマンに持っていくというね。そう あの流れってのは綺麗ですよね。そで吹いちゃうんですよね。この顎の上に、そうそうそう。その二百二十何キロあるスロンコーン五番手の体重が乗っかっちゃって足が浮くっていう。 ねえあ,のあの説得力、すごいですよね、うね足が浮くっていうね、うん、わざとじゃないけど、そうなってしまったんだろうけど、あれ,あれのこうなんか動きの妙というか、うん、だから私が生まれる2年前なんですよ、だから47年前のその動画を見ても、すげーって見るわけですよ、はい、2人の迫力になるほどね。うんうん、でもも絶対もう柴田 来月には誰も言うてないしそうですよ、僕らそのやっぱりあの小林と猪木がやるっていうねこと、僕ら20歳ぐらいの時ですから、一番こう、ね、どきどきわくわくして見てる時ですよ、そうす感受性の強い強い時ですよ、うん、その時にやっぱり見せられましたからね、うん、やっぱりプロレスって猪木っていうのはすごい人だなっていうのは、本当にその頃に植え付けられました、ね、だからそう考えたら、の今のね、YouTube を見てる世代の若い子らは、その柴田のそういうやり取りを見て、 <う>ね、我々プロレスを見てそこから人生を学んだじゃないですかだから柴田を見て人生を学ぶとやったもん勝ちやとか,、うんうん、か陽動作戦でもで、うん、ね騙だまたもん負けやとかみたいなねそうなんですよ間違ったねあの まあどうななのかなその人生が待ってると思いますよもしそれを信奉してる人がいるとしたら <laughs> とかもうね YouTube があの,のああいう柴田とかひろゆきとか論破とかねもうなんか嫌な <laughs> 嫌な時代になってきましたね, <laughs> ねなってきましたね、はい、1曲お願いいたします <laughs> はいえー、ウインクでいつまでも好きでいたくてラジオネーム琴の侍からメール頂い,いております墨、はい、田先生竹内論説委員長こんにちはこんにちは 分子師匠が新婚さんいらっしゃいを優退するとの報道が出ていました先月末のこの番組の放送ではあうちのねこの番組の放送では坂上忍やビートたけしなどの大物タレントが番組を降りる際早い時期に公表する件について論じていましたがこの流れに文子師匠も乗った形となりますこの件についてご見解をよろしくお願いいたします、はい、ということで。 え文枝師匠が新婚さんいらっしゃい優退、はい、とか自ら申し出ということで、うんうん、1971年ほ<う> 1>, 1月っていうことは51年ってことですかね51年ね<え>、うん、すごいですねほんでもう78歳になり若いカップルの話を聞くのは無理があるかなと <laughs> <laughs> そろそろ潮時かなと思って<ー>であのあ<ー>70年代は 婚前交渉、はい、80, 80年代のできちゃった結婚最近ではマッチングアプリで知り合った夫婦も多くなりちょっと,っと時代の変化に戸惑うこともあったという <laughs> <っ>と <laughs> <laughs> でもあの、うん、文枝師匠結構時代の変化にちゃんとあのついていってますよね。ね こんなまたね古傷にあれですけれども数年前もテレフォンがね流出したっていうそうですね柴田よりも先にテレフォンが流出したのが文師匠であれ素晴らしいね僕はゲート受け止めたんですよあの女性の方とのんか今「スケスケのどうのこの」「スケスケのネグリジェであってその後 あのねたぶんね「スケスケのネグリジェ着てます」みたいな女性が言うて「ネグリジェスケスケ?」みたいなんかそうそう先に「スケスケ」をすぐに返すんじゃなくて一呼吸置くんですよだから僕ねあれ聞いた時その間がねやっぱり素晴らしいなと思って。 こうやって食い気味で、えっ、すけすけって、すけすけのねぐりじゅう期間でもう、すケすケの時点で、すけすケって、もうなっちゃうもんね、先走り感がすごいんですけど、多分三平でもなるでしょうね、なるでしょうね、まあ分かってないから、三平はそうなんですよ、だからね、笑点、ちょっと卒業ということになるんでしょうけど、いや、僕はね、やっぱり文枝さん、さすがやと思ったのが、やっぱりそのねぐりじェスすスすっていうね、このなんか、 独特のマーみたいなのがね,すねこれやっぱりあの名人のマーなんですよね名人のはい、はい、僕これねあの思ったのが、ええ、あの藤井聡太君という将棋のすごい強い人がいてはい、はい、あの子はこれからもっと強くなるだろうと思ったんですよ、うん、なぜかと今十代で今五冠目にしてて <laughs> 藤井聡太がそんなスケスケ的なエピソードありましたか、はい、一番かけ離れたのが藤井聡太君じゃないですか <laughs> そうじゃなくて、あのまだまだ伸びると思うんですよほうほうなぜなぜかというとその 将棋を打つときのこの指し手みたいなのがあるんですね、っというね、それが若干ね、やっぱり先走ってるんですよ、まだ、藤井君、若いから。だからもうこの、すけすけに食い気味になるぐらい食い気味になるぐらいに行くんですよ、だからやっぱりこう、ちょっと名人になってくると、ちょっと一呼吸置いて、すっとこうさるんですよ、あの、あれがね、僕、すごい名人の美しさだ、指先の美しさだと思うんですけど、藤井君はまだ若いから、やっぱ先に、先走るんですよね、どうしても。将棋 要は言いますねでもだからその多分藤井君からしたらあこう来るなって思ってるのが来たからよしっていけそうなんですよでもそれがね僕これねたまたま見てた試合言わせていただきますけど藤井君とね同じぐらいのちょっと年上の人が NHK のトーナメントですぐ。 あのもうすぐ時間がなくなって、早打ちみたいにな NHK、えーえー、NH ようご覧になられてますか、ねはい。はい、それ見てて、対決してたんですよ、はい、だもう藤井君が負けたんですよね、その時になな、まあ、で負けたかっていう、はい、その負け方がすごいんですよ。はあ、もう 王さんんががね、はい、えもう敵のの陣地のところままでででいくぐらいまで上がってるんですよ、ええ、もうだからもう丸腰なんですよ、ええ、でそこをこう攻められて、うんうん、逆転があるのが、これ絶対普通やったら、もう素人でもギブアップみたいな感じやけど、はい、まあ結構それ差し続けたんだけど、はい、最終的にやっぱりもう、あだめです、ないですって言うて負けるんだけど、はい、負け方がすごいんですよ、うんうん、要は素人の負け方みたいな負け方してるんですよ、えー、いやまあ多分違うんだけど、そこ持っていくまでの考え方違うんだろうけど、結果としては、素人が負けてるような。 やねだからその時きに、あこの子やっぱりまだ若いんやと、だから時間があって、ちゃんとね、自分の中で組み立ててやる時はすごいのかもしれないけど、早打ちとかになってくると、やっぱり若さが出てしまうんだと思って、若さというのは結局、先走りっていうのがもう、若さの仕事なんですね、しょうがない、年いったら、先走らないもん先走らないです、いろいろ先走らないなくなっちゃいます。 ということは、だから、文子師匠が司会をなさるその味っていうのもあるわけですよね、はい、これ、おそらく若い人とまあ司会世代交代するんでしょうけども、うんはい、その新司会者、先走っちゃうんじゃないですか,なか食,い食っていくと思うんですよね、ねもうカップルが出てきた瞬間にもう食いつきにいくと思うんですよ、<laughs> その特徴的な、例えば外見してたら、そこ突っ込んだりとか。ね だからそれは見てる人からしたらね、ちょっと早すぎやなとかね、うんうん、なんかちょっと自分の意見言い過ぎてるとかね、こうなるんですよ、うん、やっぱ相手のカップルの言うことを聞かないといけないんですよ、基本的にはい、はい、で聞き出しながら、自分なりの何かこう面白い部分も、そこにこう入れ込んでいくという、その妙味がやっぱり見どころですから、うんうん、それがね、やっぱりこう若い人っていうのは、自分が目立って、ここで結果を出さないと、次につながらないってなるから。うんうんうん かなりいくと思うんですよだからその結果出,出さへんじゃないですかね、うん、もう盆う文章になったら、はい、特にあのテレフォンの時なんて、うん、まあ,あれが公開されるなんて思ってもないから思っちゃ電話切るでしょその電話 <laughs> それでもあの間をね、はい、そうなんですよ 披露ししてまうわけですからだからまあ素顔の文子さんですよね、言うてみたら、もうむき出しというか、それでもやっぱあの名人芸をね、うなんかそこにこう、なんか芯が僕、すごい通ってるなと思って、あれが流出したときに、なんかいろいろとマイナスなことを言う人もいたけども、逆に言えば、文枝さんとって僕はプラスのことだったんだと思ってるんですよ、僕は。だってあれね、普通の一般の、一般のおっさんと比べたら失礼です。話しででもあそこまの であの会話を返せた人はいいいなと思ますもっとねなんかねまあ言うてみたらねもうちょっとえぐくなるというか生々しくなるんですよ僕ねあれね「ネぐりじゃ」「すけすけ」って言った時のねあの気持ち彼の気持ちに何りかわった時に何になりわってるんですか何になりわってるんすかそんなことしかも何年も前の今さら「すけすけ」の「ネぐりじゃ」って言われた時に「ネぐりじゃ」って言うてそれをこう「 いった、はいうん、志願で、志願で、想像して、その透け具合もちょっと確認してるんで、自分の頭の中で。で、あこれぐらいの透け透けっていうのがあるんですよ。うん、なるほど、うん、だから、その,それあ,のあの会話の値打ちはそこですよ。その すごい何秒数秒もないのかなその合間に頭の中でネグリジェっていう時でネグリジェ想像して彼女のその透け具合とか乳頭はどうなんだろうっていうのはなとこまで多分分かってるんですよ上での「すけすけ」やから「すけすけ」みたいな息を吐く何かそうそう「すけすけ」っていうあの感じあええなみたいなあれだけでほんまに人間国宝になってもおかしくないですよ あれで撮りましたっていうんやったら納得できるけど、あれで撮れませんでしたは納得できないですよいや、納得できないですよね、あの音源を文化庁とかに出品して、でも人間国宝はどういう審査のシステムになってかわかんないですけど、僕はもし文化庁のそういう責任者だったら、押しますよね、だってその人間性がわかるエピソードじゃないですか、やっぱりそのそういうその部分でも名人芸を貫いてはるということに関しての人間国宝ということじゃないですかね。やっっぱり新婚さんいいらしゃも 私もずいぶん見てないですけど、見てた当時の記憶で考えると、やっぱりそのね、台本あるんですよ、素人さんやから、ないとね、成立しないじゃないですか、でもその中で、文枝師やから、ちゃんと成立させるんですよね、そういう緊張してる一般の夫婦を、新婚さんをっていうのが、ほんまに名人芸やなと思いましたよねあの感覚っていうのは、なかなか一朝一夕でできないですから。 僕はやっぱりもう、文枝さんの一代の芸だと僕は思ってるんで、はいはい、次の人っていうのはやっぱりもう、かなり大変だなとだか同じ、あの椅子を転げるとかっていうこと、やらん方がいいですね、全く違う、うんはい、ね、うん、あれもその、うん、まあね、ねぼーっと見てたらま、また転げてはるわぐらいですけど、やっぱりまあとか、はい、そうなんですよ。 角度とか絶妙ですよねだからやっぱり、今本当にこのラリアットプロレスでも大安になってきたけど、やっぱりそのスタン・ハンセンのラリアットは、もうスタン・ハンセン限りなんですよ、一台ですよ、それを真似しようと思っても、なかなかね、長州力とか力ラリアットということで、独自のもの作っていったけど、ハンセンのラリアットにはやっぱり匹敵しないんですよね、別物なんですよ椅子のもああれはの人のものですから下手に真似しちゃうと そうなんですよ。だから多分ね、若い、どうだろう、例えば、陣内さんとか、ああいう世代が、あと引き継いだとして、若いから、自分の方が受け身取れるわとか思ったら、より危険な角度でバックドロップみたいになって、スティーブ・ウィリアムスのバックドロップみたいな角度で、落っこっちで、なんか、頚椎捻挫したいとか。 するだろうしそういうことも起こりえそれでも、危険な角度で落ちて、無事やから、あすごいな、分散よりもっとは、絶対僕は思わないし、それはやったらあかんといや、そうですどんどん多分危険な、視点のプロレスみたいになっていきますから、どっかでブレーキを踏まないといけないだろうし、だからしばらくは絶対に椅子こきはあかんと僕は言いたい、新しい人は。だけども 例えば、何周年記念とかの記念なときには、例えば、ハンセンとタイトルマッチやったときには、逆ラリアットは有効なんですよ、ハンセンに対して。そう、アントニオノキがね。逆ラリアットやったでしょ。あの感じでやってほしい。なるほど。だから、こう、対応すると、ねどんどん落ちていくからそうなんですよ。うん。ここっていうときにここここ、はい。小島のラリアットぐらいになっちゃいますもんね。 そうなんですよ、そこの感性があるかどうかっていうのを、次の僕は司会者に求めたいですね。それを分かってる人、で分かってるスタッフがどんだけいるかですよね、こういう会議が ABC のね、その会議室でやられてるかですよね。ですよね。もう一回、みんなでスケスケのあの音源聞きながら、流しながら、これできる子いるかな、これやっぱり待ってるのは大切だよねつって、ただ単にスケスケって言うたらいいというもんじゃないから。 そこ分かってる人がやっぱり何いるのかな、今の芸人でっていうようなことでしょうね。そこまで多分ね、考えてないんですよ。今、息をやるから、誰、誰やみたいなね。ああ、そこでね。ああ、嫌やな、それは嫌ですね。ちゃんと、なんか抗議したいですね、ハッシュタグで。そうですね。ツイッターでね、抗議運動したいなと思いますけぐらいのね。一曲、いきましょうか。岡村孝子さんで、心の草原。 竹あの、昨日ツイッターで、東京行かれたんですよねその会の新幹線で、てらっっしゃそう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 、間違いまして、座るところったんですのちょっとうとうとしてたんですよ、僕、A 席に座るんですよ、いつも、A、B、C、D、E があれば、E が一番いいと思いがちでしょうけど、実は三人掛けの A が一番いいんですよ、横に座られても真ん中空くから。 だからちょっと横に、え、横に座られても真ん中空くっていうの A、B、C やから3つあるから、A に座っとけば、窓側に座っとけば、C に座られても B が空くじゃ開きますよね、だからいいんですよ、E やったら D に座られたら、だから A が一番僕は A と思ってるんですけど、だからそこで11の A ということで、12の A ということで、座って、も結構空いてたんですよね。 うとうとってしてたら、どこやったかな、名古屋辺り過ぎたときに、すいません、すいませんって言われて、わっと見たら、サラリーマンの若い人がおって、そこの席、あってますかって言われて、もう、何回も確認するから、やってると思うんですけどねとか言うて、で渋々というか、もうっとしなっていな見たら、12の A と思ったのに、11の A だったんですよ、うわーと思って、すいませんと思って、こう。 変わると思ったら「いや大丈夫です私が行きます」とか言ってああああっで新大阪止まりだったからそのまま誰かそこに来るわけもなくということになったんですけどちょっとねうわっと思って「はい、あ間違った ああいう時にね、とんとんって、もうやられた時点で、絶対間違えてますよね、そうなんですよ。でも、間違えてませんかっていう人は、まあ、少なくとも2、3回確認はしようじゃないですか、絶対。確かに確認した上で、そうそう。白百さん、座っとると。っていうのがあるから、でも、言われるか、僕もありますけど、絶対、はってなりますよね。なりますよ。ちゃんと見ろよってなりますよね。なりますよね。あの時点、絶対もう負けてますよね、ほんまは。 リツイートいただいた人の中には、はい、映画館で、なんかおっちゃんに、その席、はい、俺の席やでって言われて、はい、えっって、これ、僕の席ですよってって、向うのおっさんも出してきたら。<laughs> おっさんが次の上映のやつやったと次の上映ですってとか言って、おおって言ったっていうのがあるから、いや、間違ってて、UFO も間違ってる場合がある可能性ありますかね、ほぼないと思うんですよ、ほぼないですよ、だってそのおっさんはね、でもね、映画館で買うときに、今ってシネコンとかも、上映時間とかも全部、次の回とだいぶ後ですよ、だから、そのね、買う自体を間違って映んを買うだからそういう人も多分いるんですよ、あれ、なんか自分の送んなかんから。 うん、うん、だから、まあ、そういう間違いはあるんだろうけども。新幹線に関しては、僕らも、せやけど、ほぼないです。ほぼないっすね。それで。もう、言われた時点ですぐ立ち上がらなダメですよね。そうそう、で、はっ、なんか抵抗を試みますよね。うん、いや、僕も、僕もね、何回もチェックしたと思ってるんですよ。座る時もチェックしたし。はい。はい。チェックしたはずなん。ですいや、したはずっていうのはあります。それ。うん、だから、もう、自信満々なんですよ。だから、なん、なんで言われんねやろと思って、えどうなってんねやろとか、おも、思いで。 こうちょっと、えー、見ますけどってなるから見たらもうもう見ても一応見てもええけどぐらい,ぐらいの、うんうん、あかんかったらどうすんのっていうぐらいの気持ちで見て<笑><笑>うわっってなるんですうわっって声出ましたもん <laughs> ごめんなさいっつって、うん、ねえまあまあでもそれで十1、うん、の A 座ってくれはる人だったからよかったですよね、はい、そうそうそう ねとかさいやいや、いますよ、でも全然なんかもう完全に、あの時もう完全に人間関係、も上下関係できますよね、その2人がこれまでどんな人生歩んでたかなんて、もう帳消しになる、あの席の間違いだけど、完全にその人の下になります正しい人の方が上なんですよ、間違ってる人にいや、友達こう生きてきましたとか言える、弁解の余地ないですもんね、実はちょっと疲れてて、なんかよくしさんですけどとかいうこと言うたところで、何のために東京行ってたかとか、そんな全く関係ないです。 さテレビに出演するためで、いや何の関係ない、何もないです。もうその席間違えてるか間違えてへんか、どっちの席かだけで決まります,、ねすうんほんでまあ慌てて前の席に変わるやんか。はい、で後ろの席僕今も座ってた子その人が座るでしょ。はい、だ絶対下うちすんねん。なんでかって<ー>温まってるから。<ー>人の この暖かみってね一番嫌なんだっていうのあーっていうんですよそれを聞きながらうってなるしで一回ね多分ねこれを戻してるんです戻しちゃうとまたこう自分のあれにしおるからもうそれも嫌なんですよね嫌というか僕のせいなんですけどあれは過酷ですよねだからこう平気でねそこでもなんかもう うかな人人間間性性とまで僕だから一番僕が一番ムカつくのが、例えば何年か前、東京におるときって、割りとグリーンで行き来してたんで、僕、会社社長やってるときあったんで、そのときグリーンで行き来してるときにね、グリーンって高いんですよ、当たり前っね。で、まあ、そう座ってるやんか、グリーンって意外と高いから空いてるんですよ、そしたらね、訳の分からんね、家族とか来てね、子供がね、 あのパパここに座っていいの、座っとき座っときってね、なん、うん、何もグリーンのチケット持ってない人が座りに来るわけよ、自由席がなはい、はい、とか、で子供で座っていいの、座っとき座っときって言って。うんうん どういう理由かというと誰が来たのいたらええねんって理由やない空いてるから例えば自由席いっぱいかとかでグリンクルー来たりとか乗っときゃええねんと注意されないですか注意されたら戻ったらええねんそういう考え方やねんそういう人に限ってなかなか注意されないだからこっち割り高い金出して座ってのに何やねんと思いませんか思います思います僕だからあのタイタニックが入り込めなかったんですよあのディカプリオが三等席のあの友達に言われて紛れ込 <で>はい、ずっと一等席のあのヒロインのいる所、ずっとおったでしょ、あったあるが今の家族と一緒でしょ、一緒やん、ほんでね、ねほんで、その一等席のね、うん、そのお嬢さん連れてね、まぐわってるんですよ、タイタニックで。で、しかもね、かなり厳しくまぐわってるような演出されてるんですよ、ピストンがバン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 って動いてこうで、なんか窓ガラス、わー曇ったりとかしてるような演出してるんですよ。ああありりりまま、うん、まししたたっっけそれババババン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 ってこのなんか、うん アニメのちゃんもそこだけ覚えてるでしょ、いいじゃん、いいじゃん、いや、わかるわかる、そうなんですだからそこがやっぱり僕もね、いやそれはちゃんとね、席決まってんねやからって、そほんでもう一つね、まあまあ、それもそうですあディカプリオが最後、タイタニック沈んでいく中で、自分もその自分の愛する人を救命ボートに乗せて、自分は沈んでいくやんか、沈んでいくやんか。 であって思うやんかみんな泣く人もいるわけでこのおねんは生き延びるじゃないですか生き延びたあと結婚して子供を作ってるんですよねそうでまあほんで思い出して孫かなに年老いたおばあちゃんなんで聞かせるっていうとこ始まったでしょですよ いや三等席の気になるんですけどそれはまずはそっからの人生があるわけじゃないですかまあねいやせやけどそこだけで決まったらうんだったらねだってあれ思い出してる話ですよでしょ語ってる話やそこまで克明に覚えてるわけですよおばあちゃんね覚えてるわけでしょそんなことがあったのによくとかあれはどうなのかなほんで 孫かな確か孫が聞かされてましたよね、あの話を。そんなん、おばあちゃんに僕もし聞かされたら、じゃあやめてくれってならないですか。例えば、竹内先生がお母さんに、いつもお話出てくるお母さんがね、いや、実は、よしかずと、私な、昔な、こんなことあってんやと、あんたのお父さんやなくて、みたいな。嫌やな。ねぇ。 洋画ってその多ですよ。なんでマディソン軍の橋とかにして。そう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 。なんか日記みたいな出てきて意味で。で、こんな素敵な恋してたんやってなります。なら。読みたくもない。読みたくもないですよ。うん。お母さんの日記が出てきたね。はい。うん。いや、もうね、あの。ただね。あの、ほら、シダーハンズに関しては。あれもなんか、子供か、孫かなんかに語るとこから始まるんです。よそうでしたっけ。シダーハンズ。だから。 まあ雪が降ってる時その窓の外を見ながらね、実はこの街は雪を降らなかったのってって始まるわけですよ、で、その話が始まって、ハサミの手を持つ人造人間と恋になって、で、ハサミだからこう抱きしめることができないという悩みがあったりとかして、で、やっぱりそれはモンスターということで、みんなから追い立てられて、結局、その娘さん、好き同士なのに引き離されて、彼は。 そのシダーハンズは一人、お城にというか、そこにも閉じ込められるというか、そこからジ出たらあかんと、はい、でその時にそに雪でその彼女が喜んだ氷柱をはさみで切って、花を作ったりとかやるんですよ、はい、その彼女の形を作ったりとかやるんですね。でそれを氷が雪が張るるる雪降季節になるとシダーハンズは ずっとそれを繰り返してるわけですよだからその破片が雪となって、街に降るわけですよ、はい、だから何年も何年も何年もそれを続けてて、そのおばあさんになった、彼女がおばあさんになった今でもその雪が降ったと。と、うん、ということはまたまたシダーハンズが 氷をこう、表紙を削ってんだよっていうような終わりなんですよ、そういうね、でそれをしつこいなと思うのか、ああいう話やなと思うのかで、またね、そこはもうおとぎ話になってるんですよ、だって、マディソン軍の橋なんで、生々しいもん、お父さんが豚の品評会か、行ってる間に、クリント・イースト・ウッドがね、カメラマンがやってきて、ほんで、もうあっという間にマグわうわけですよ、マグわル言い過ぎですよ、マグわルでしょう、グワわらなかったですよ。 やってましたよ、はい、うん,ねえんでまあひコこ言うわけじゃないですかいえいえ、そうそうそうですそう<え>それをまだ日記に残しててほて。<laughs> でああみたいなね、はい、子供なんないでしょ何しとんねんっていう、うんうん、こんなことしてたんか、うん、<laughs> ねえ、うん、あれだってだからそのあの話だと、うん、多分夫が先に亡くなって、はい 女性が、孫くわってた女性がなくなって、子供が見たら助かったものの、ほと見たらね、俺が豚の品評会っていうとき、豚の品評会かんかでしたね、なんかそんなす。一番失礼な、あれですよね、4日間ぐらい帰ってこないからっていうことで、熱く燃えやがったわけでしょ、なんかこの、なんか写真撮りに来とったんですね、写真からマジソングの橋を撮りに来てたんですよ。はい ででそここう出会うわけですよ。ねちょっとここ立ってごらんみたいな。みたいなことになるわけですよ。で、またマジソングの足ってね、なんかそれを取りに来たからってだけの話なんでしょうけど、そういうタイトル、ようつけるよね、夫の犬間にみたいな。全くありますね、豚の品評会の裏ではみたいな、そうですよね、どっち目ニで行くかですよ、人間。 の品評会ですか豚の品評会で、こういう、われわれ、事実5人が多いですいやそういうふうに、まさんが、いや、講師の品評会ですっ訂正ありましたけど、仮に講師の品評会でも許されたことないですよ。ないないない、今、だから入ったのはね、いやいや、講師やからええんよぐらいの感じやけど、同じだよね、いや、同じ、同じで、むしろもっとこうのほうがあんまりよくないよね。ぐらいですよね。そこの ほんまにだからね、その離婚問題とか、うちの事務所でもたくさんやってますけど、結局やっぱりそこは難しいですその男目線と女目線で、はい、全然同じ出来事でも、今言わはったみたいに、マディソン軍の橋を中心にものを見るのか、うん、講師の品評会、のの旦那の視点でね講師の品評会、出品してたのか、どっちな,のかな出品かなんかしてるんじゃないか、自分がかなんか手塩にかけて育てた。わけでしょう もう前回知ってるわけでしょ、多分そのメインストリップとしては、この何月何日か、何月何日までは、ことの品評会、勢きよると。生き、うん、よると、戻ってこいへんと、それも頭にありますよ、だってあありますよね。イーストウッドとね知り合、カメラマンと知り合ったときには、うん、あ旦那、四日おらへんと。でも、ことの品評会も、例えば、うん、かその最後まで残ったら、うんはい 何日まで延長なるけどとか、うん、なんかあるんちゃいます、その1回戦負けやったらどうとか。あるんじゃないですか、うんうん、あるけども、メレル・ストリップからしたら、はい、1>, 1回戦で負けたら今日帰ってくると。まあ、それもまた ドキドキして、みたいな、そのスパイスも、スパイスがあるんちゃうの。いかにこれですよ、講師の返評会も一回戦負けやし、家帰ったら、わけのわからカメラマンが。わけのわからん、はげ散らかしたカメラマンが。だから、あれはほんまに過酷ですよね。過酷ですよねでも、あの当時、公開当時、こんなこと言うてる人、もいなかったし、みんな感動したと、もともと小説なんですけど、小説がベストセラーになって、日本でも。 日本でも。女性なって、うんうん、でもう感動したという感動の嵐なんですよ。よ特に女性から。女性が。うん。だから女性目線の話なんだなと思って、うん、ああいうのが女性目線としては。素晴らしい愛になるんだなと、男からしたら、いや旦那の留守に。それはちゃうでってなるじゃないですか。<laughs> そ,うすそうです、そうです。うん。でも女性からしたら、旦那の留守ということで、何かをしてるということが。もうなんか逆に言えば。 そんな何かひどいこと、これ見つけたひどいことひどい怒り方する旦那が悪いみたいな。ぐらいになるでしょ、あれ、逆のパターンだとどうなんのかなっていう、その女性の何かイベントがあって、妻が行ってる間に、なんか家に連れ込んでたりとかしたら、そうなんですよ。ね絶対そんな映画も小説もヒットしないでしょ。しないですよね。だから、そういう意味ではマジソングの橋やねんけど、矢口真理さんの場合は、戻って、 ってくるのが早すぎて、<laughs> その僕らが言ってた、<laughs> あのあ<ー>めるマリソン軍の話になりましたね。あ,あのう、矢口真由さん、あのクローゼットに入れた入れてへんっていうのは、<ー>言ったら、はい、ほんまにそのマリソン軍の走で交渉、うん、の品評会一回戦負けした。うんはい 帰ってき高い回戦負けして帰ってきた、めちゃくちゃ批判されたわけでしょ、テレビ出れんくなったわけでしょ、そうなんですよ、それが映画化されたら、なんかもう涙ちょうだいになるんですよ、だからメリル・ストーリーも一回戦であんな負けて帰ってきたら、なんだかんだ言いながら、どっかに隠れてもらうはずなんですよ、クローゼットか、あるいはもう、お前、そうく橋の下に隠れとけと、ぐらいでしょ。 僕のイメージでは、だからもうズボン脱いで、下半身丸出しのイーストウッドが、マソン君の足のところに隠れて、寒いけどぶるぶる震えながら、一晩過ごすみたいな。毎日毎日で。暴日で。だかだってその矢口真理さんが、例えば、見つからなかったとしましょうよ。見つからなかったとして、その前の夫婦関係がずっと続いたとして、手紙残したみたいな話したわけですよ。 あのー、みんながそれを見て、うん、ああこんな素晴らしい愛があったんだ、うん、っていうねであのクローゼットにね、うん、あのよくの見つからなかったホ <laughs> ッとし,ましたい、ね、そ,そのいやそ,れそのシーン入るとどっちしろ感動しない <laughs> <laughs> あのだから。<laughs> クリ <laughs> ント・イーストウッドもクローゼット入ってこう三角座りしてるシーンあったらもうそれは感動しないんじゃないかなやっぱりでもそこをとらまえて三角座りしてるイーストウッドのちょっと薄暗いでちょっと隙間が空いててクローゼットのちょっと光が入っててちょっと半分だけこう見えてて三角座りしててそこにこうなんか「イーストウッド主演」とか書いたらそれなりにインパクトが <laughs> そこで初めてタイトルが出るんですけどーンってか <laughs> っこいいでしょクローゼットだけで三角座りして <laughs> 最後の曲いきましょうかはい、はい、えー 最後の曲は「幸せの一番星浅田美代子さんです」 あっといいう間にエンンディングでございます今夜は当番組論説委員長の竹内義和先生にお越しいただきまして、はい、新年、まあ、いろんな諸問題について、ねはいはい、切っていただきましたけれども、うん、2022年に「タイタニック」と「マディソン軍の橋」について喋ってるのはまあこの番組だけちゃうかなしかもこれだけ熱く語るのは、ね、この番組ですよ熱かったっすないやでも改めて見直してほしいですね,ですよねでうんとにほんとに、はい、てください。ねうん、本当に本当に 自分が、女性もねあの自分が男の気持ちになって、はい、講子の品評会行ってる間にカメラマンがね。はいうん カッパマンも大胆ですよねいや大胆ですねいや旦那がいるんちゃうのカメラマンもちゃんとしたそういうカメラマンですかねいや分かりませんよ一応カメラ持ってるけど自称かもしれませんねだからその投稿写真とかに投稿してるようなマニアックなねマニアックなそっち側なのかも かもしれないですよねいやそれはね本当にね気をつけないといけないんですけれども竹内先生はまた来月真冬のサイキックミーティングを予定しておりますので北川さんと竹内先生の年2回のお楽しみということでぜひぜいてください日曜日の深夜に CBC ラジオで真琴さんの「深夜の雑談かな?」という番組で真琴さんと水戸橋博士さんがサイキック青年団の話をなさってまして今日私ねこの それを聞きながら KBS 京都まで来てまして懐かしいなと思いつつ皆さん、またお元気でいや、これ嬉うれしいなとですよね、ますます盛んですからね、盛んですよ、もうこんだけね、1時間半の番組でまぐわうっていう言葉、今年、おいくつになられるんですか 8になるんじゃないかな7になるにもかかわらずお元気でもう我々もね竹雄先生が元気でいらっしゃることが大事ですから、ね、はいわかりました、はい、ずっとそのねもうこの感じでこの感じでよろしくお願いします来週は「すきもの」を発売なさった花房観音さんですね<ー>登場になります、はい、せーのはまぐりはまぐり